2020年8月21日金曜日、毎度かなえ。昨日、ストーカー、DV、性暴力等対策推進 PT を開催。ストーカー相談件数は毎年約2万件と高止まりしています。つい先日も栃木県で痛ましい事件が起きました。そのような中、最高裁で GPS をつけて動静を把握する行為は、ストーカー規制法違反の見張りではないという判決が出ました。この判決を受け、速やかに法改正をという声が寄せられています。そこで、私ども PT でもこの間、平成25年、平成28年と2度改正してきましたが、この間の運用状況を含め検証し、必要な法改正を検討すべく、昨日から議論を開始しました。また、この検討にあたり、どのような手口があるのか実態を把握するとともに、専門家など有識者の方々のご意見を聞く場を設けることを政府に対し要請しました。しっかり実りある検討をしてまいります。